日本時間の二十八日の取引で、北海ブレント原油の先物が一時、一バレル八十ドル台を突破しました。八十ドル台をつけるのは、二千十八年十月以来、およそ三年ぶりです。アメリカ南部を襲ったハリケーン、アイダの影響で、メキシコ湾からの供給の混乱が続いています。また、市場では、冬に使う暖房の燃料不足も懸念されています。